大まかな自分のテーマが日常で、最近は旅がそこに加わったんですけど、その中に引っかかるものは全てという感じですね。必ず自然光で撮ります。もういろんな方向から撮るので、どの位置からの光が一番美しいかみたいなのを見ながら選ぶのに時間がかかって、自分が苦しむだけなんですけど、でもなんかそれも楽しみの一つだったりします。インスタが縦長の写真に対応したので、できるだけ縦長の方がいいかなと、まあ、インパクトがあるので。見て分かる感じで消していく、で次で大きく見ながら消していくみたいな感じですね。こうやってどこにピントが合ってるかチェックしながら、何枚も同じように撮ってるんですけど、レンズの絞りを変えていたり、光の入れ具合ですかを変えながら撮ってるんですね。その中で気持ちいいなって思えるところがこれだと思います。自然なサイド、空気の雰囲気調節するのにこうよくいじります。数字入力するんじゃなくて、こう見たままの感じを知りたいのでバーを動かすんですが、室内撮りの時はサイドを下げます。サイド下げると空気が静かな感じに見える。でイチゴとブルーベリーとホットケーキ、ちょっと目立たせたいので他の部分の色を落としたい。全体の空気感は変えずに、目で見たものと近い色に近づけていく作業です。霞の除去したら全然雰囲気変わりますね。落とすと柔らかい霧がかった雰囲気になって、プラスにするとパキッと際立った感じに映る。あ、どっちがいいだろう。コントラストを下げてシャドウを上げると、暗いところと明るいところの差がなくなってフラットになるんですよね。で明るさの調整した後は必ずノイズ軽減で少しノイズを滑らかにします。暗い部分を無理やり明るくしようとするとザラザラになるんですよね。そういった時にこのノイズ軽減してあげるとフラットな印象に変わる。食べ物の場合もこうちょっとしずるが出てきたりするのでよく使ってます。変形で水平をチェックします。切り抜きを制限にチェックを入れて、テーブルの向きだったりこの感じを水平で探します。レンズの歪みがあるので必ず画面の歪みをチェックします。コスモスを撮ったんですが、私の好きな色に変えていこうと思います。色合いで桜色のようなコスモスが青くなりました。ここでサイドを変えたり、こんな感じで、で色合いが決まったら明るさの調整をします。シャドウを濃くしてコントラストを高めに、ダークめにするとちょっと幻想的な雰囲気に仕上がるかなと思います。多重露光風の写真にフォトショップで重ねることで仕上げていこうと思っています。まず1枚写真を読み込んで、もう1枚同じ写真を上に重ねます。これを透明度を 50% ぐらいに、で自分の好みで大きくしたり小さくしたりしながら合わせていきます。ここにしましょう。インスタでは必ずフィルターをかけるようにしているので、仕上げにフィルターがあることを見越して加工仕上げしている
ずっとインスタが始まってからやってきてることですね。すっごい楽しい独学だって言いましたけど、すっごく楽しかったからここまでできたんだと思います。集中力がない方なんですけど、全然私がいじれるくらい簡単でとっても楽しかったっていうのは、それがなかったら多分今ここにいない気がします。